い、どうもこんにちは、プロボーラーの水ピーです。いつもありがとうございます。今日はね、前回こちらでエタニティをレビューさせていただきましたが、続きでございます。結構ね、この強いパール感触良かったんで、もう一個ね、強いボールを持ってきたので比較してみたいかなと思います。でもちろんエタニティを投げるんですけど、比較ボールが、アテンションレッドパールということで、メーカー発売元が違います。カバーどっちも強めのパールということで、ただレイアウトが全く違うんですね。エタニティはドリル角が、35度で、アテンションはね確か50度ぐらいやったと思うんです。で、バル角も全然違います。30度と20度ぐらい、はい、ピンアップ、ハイピンアップとノーマルっていう感じなのでね、ちょっと転がり方が違うと思いますので、このレイアウトも見ながら、比較をしてもらってですね、こういうレイアウトだったらこうなるんだよっていうレビューをしていきたいと思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それではご覧ください。どうぞ。はい、それでは行きたいと思います。まずはね、前回の続きなのでエタニティから行きたいと思います。こちらある程度レーンはね読めてる感じなので、はい、行きたいと思います。こんな感じのねラインから、わー、ちょっとボケ気味、ちょっとぼやけ気味でしたけど、なぜピンアクションがいいこのボール。でこれがドリル角が35度で、バルが30度ですね。よし、もうちょっと右向けてみようか。今のちょっと手前のオールなさすぎな気がするから。出しに行ったら、おー、柔らかいね。ピンアクション出すぎたんですけどね、今ね。良いわ。これはちょっともう本当にみんな上げた方がいいよって思います。はい、続いてこっちも好きなんだわ、アテンションレッドパール。でこれね、当初は発売はねスタンディングなんです。ちょっとねメリハリつけたいので3000番でポリッシュしてきました。なのでかなり光ってる。でしかもハイピンアップなんでどう出るだろう。どう、うわめちゃくちゃいった。今ちょっとでもね手前はキャッチしとるんですよ、見た感じ。あー、食われとるなーと思うけど、やっぱレイアウトってね大事ですね。中間から奥がブンブンいったね今。やられてはないと思うんですけど、もうちょっと右向けたいな。もうちょっと右向けたいな。うわ、なんじゃ今のピンアクションえぐないやっぱでもどっちもねボールが新品なんでやっぱ弾きはいい、それは間違いない。じゃあトーナメントプロがね気に入ったボールをトーナメント前に新品を放っていくっていうのはそういうとこですよ。ちょっとでもやっぱピンアクションを助けてほしいんですよね。はい、今投げたとこエタニティ投げたいけど、あそこまでボール出せるかな、ちょっと自信ないけど出し切ってしまいましょう。出し切ってしまいましょうね。ほら、すごい。あれで出先5、4ぐらいですかね。斜めに見てるからあんまり自分で自信ないんやけど、全然弾いてくるし、こっちの方がちょっとどういったかな、手前からゆとりのある曲がり方って言うといいんかな、なんかちょっと表現間違えてるかも分かりませんけど、やっぱね行きっぷりはアテンションの方がいい感じがしますね。まあもうカバーの差もあるしレイアウトの差もあると思うんですけど、エタニティの方がちょっとなだらかな気がする。こうやってね、うん、止まり感がいいですね、エタニティの方がね。そんな感じがします。られながらストライクは5発で終わってしまいました。
よし。もうね、エタニティのボールの特性は今日語るんじゃなくて、もう前回の動画を見ていただきたい。はい、やっぱりね、ドリル角30、バル角が30度、立ち上がりはちょっと早めかもわかんない。バル角ってね、なんやねんっていう方結構いると思うんですけど、いわゆるピンダウンになるかピンアップになるかね、数字が小さければ基本的にはピンアップになります。で、バル角を60度とか70度ぐらいに設定するとピンダウンになる。詳しくはまた別のね動画にて参考にしていただきたいんですけど、はい、ではボール変えてアテンションいきましょう。これの方が奥まで行ってから、うわーすげえ、すげえピンアクション強烈ですね。やっぱりね、ハイパーレスポンスでしたっけ。こっちはね、カバーは強いですよ、強いよ。しっかりレーンに食いついてるからあのピンアクションが出るんですよ。ちょっと閉じますね。エタニティはね、前回動画で閉じてもむちゃむちゃポケット綺麗にいったんで、もしアテンションが閉じて全て天ピンだったら、やっぱりレイアウトの差やと思います。はい、閉じた。ちょっと打ち投げすぎた、スピードありすぎた。5番手ちょっとやりすぎました。よし、次のポケットのためにちょっと外目探ります。はい、でもね、これね、ポリッシュしてからやっぱり日本のレーンに追ってきた気がするね。これぐらいのところ投げたら動くかな。はい、ね、手前はね、やっぱりちょっと噛んでる気がするんですけど、アテンションの方がかなり直進性を感じる。で、どういったかな、エタニティは転がりながら持続的にぐわーって向いてくるっていう感じなんですけど、アテンションは前へブン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 って行ってから向き変えてドンっていう感じに思えるんですね。同じレイアウトにして、ね、比べれたらいいんですけど、同じ曲がりになってしまったらね、戦力2ついらないんで、これは大成功やと僕は思っているんですけど、多分このオイルをね、上を使ってちょっとスピードを殺しながら行ったら、ブン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 ドーンって意味が分かってもらえそうな気がするな。こうやってね、ブンブンブン、はい、ここから、そう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 、倒れるでしょ普通あれは。倒れやんの、傾いてましたよね、5番ピン。てか2回連続5番ピン、恥ずかしい。じゃあちょっと右へ振ってみましょう。スペアね、ブンブンブンドンをちゃんと見せたい。右へ振りますよ。おい、スー、はい、ここから、そう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 、ね、あそこのオイルがもっと薄くなったらもっとカバーは下げるべきやって正直思うんですよ。ですので、アテンション出ればアテンション S とかにすると、あそこビョッといってゴーンって切れると思うんですけどね。さあ、テンフレ悔しいからアテンションレッドパールでストライク出してエタニティにするつもり。いきます。ドン、惜しいなぁ、行き過ぎてるなぁ。3000ポリッシュは僕には不必要なぐらい行ってますね。はい、スペアしましょう。かなり行くわ、オイル塗りたてであんな行くんやもん。おーっとっと、危ない。はい、ケイ。で、最後ね、ずっと最後アテンション投げすぎたんでエタニティ投げて終わりましょう。さあ、ラストエタニティ
投げて今日は締めくくりたいと思います。ウタニというのがやっぱりね、柄の見え方もそうやけど、手前から強く曲がってるような気がするな。こうやったらね、やっぱり手前からですよ ね。はい、というわけでフィフススタートだったのにその後ダボれず236、まあでもね、いろんな投げ方できたんで面白かった、自分で納得いきました。はい、見てる方も納得いってればいいなと思います。はい、ということでね、どちらもいいボールですから、シチュエーションに合わせてうまく使いこなせるようにこれから練習したいと思います。はい、ということで本日の内容よろしければグッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。